お茶の間のお茶の間様の言う通り。この番組はお茶の間が視聴者のリクエストに応える無茶ぶりバラエティ。お茶の間様の選択が彼女たちの運命を決める。さあ今回は誰がどんな企画に挑戦したのか。まずは先週のおさらいから。さあ今回言う通りに動いてもらうのは石栗と西崎。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてどうもタイムマシーン3号山本です。じゃあお疲れ様。いや待ていや待て。そんなこんなで今回の指令はチャピチャピチャピピさんからです。これからもアイドルの壁を駆け上っていってほしいのでボルダリングを学んでください。でもみんなできるのかなという指令をいただきました。なるほど。というわけでボルダリングで自分の壁を越えていこう。ジュニアオリンピック出場者山本先生のもとでレッスンスタート。じゃあ西崎やってみようか。はい。見えないんだ。ないそんなわけないよ。左足上げて右足を最後ここ上げたらここですか。はい、あとゴールです。頑張って。よし、行きます。はい、勇気だ。いた大丈夫。なんと登り方から性格診断も可能だそうで。それでは西崎の性格診断をお願いします。はい、とにかくビビリです。そりゃそうでしょ。はい、そ先生じゃなくても分かりました。俺たちでも分かりましたよ。石栗やってみよう。じゃあ、はい、頑張って。左。何言ってんの。空が近い。ジブリみたいな子だな。もうめっちゃ素敵なこと言うじゃん。ねえ、空が近いじゃないのよ。ねえ、いい加減にして。続いてのレッスンでは横の移動に挑戦。違いがあるんですか。はい、もうここは横に移動していく長い持久力をトレーニングする壁になってます。スタートから番号が振ってあるので奇数が右手、で偶数が左手になります。奇数が1、3、5、6、7、そうだ、数字に弱いんだった。そうか。まさかの2、4、5、6が2、4、5、6、そう、いった左手が2番。待って、これ威力やばい。腕を、本当にもげるレベルで使いますよ。じゃあそれでは石栗いきましょう。どっちの手ですか。左手です。これですか。はい、どうですか。おー、嘘でしょ。嘘でしょ。やばい。一歩目から落下。今回はどうなる。お茶の間の未来を決めるのはお茶の間のあなた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。絶賛苦戦中の2人だが先生からこんな提案が。ちょっと次はゲームをやっていこうと思います。はい、で、両方ドンジャンケンポーになります。スタートを左右で決めてそこから1人ずつ登っていってぶつかったところでジャンケンをします。で負けた方は降りて自分の陣地で持つ陣地取りゲームみたいな。なるほど。はい、チーム分けは西崎と石栗でチームになるか。お茶の間チーム。はい、激弱。ということはちょっと待って。とダブル山本チーム。いいんですかそんなに。ちょっと私もうぶつかる場所分かりますけど。どうですか。多分そこです。俺たちがほとんどボルダリングやってるじゃないかしら。じゃんけんに勝てばいいんですよ。そういうことよ。地道でも。そういうこと。確かに。多分じゃんけん強そうなんで。強そう。ああ、なるほどね。なるほど。ノリと運で生きてる。そうだね。運で生きてこい。よし、じゃあ頑張りましょう。ノリと運ではおそらく勝てない対決が今始まる。さあ、じゃんけんゲームをスタートしていきたいんですが、はい、ちょっと特別ルールを。どれ使っても大丈夫です。はい、手と足どれ使っても大丈夫なので、はい、とにかく急いで遠くまで、はい、僕らはじゃあ黄緑色だけにしましょう。黄緑、あ、なるほど、はい、いいですね。あ、確かに大変かもしれないな。
そしたらちょっといい勝負するかもしれないですね。はい、そうですね。という絵が撮りたいです。わかりました。ちゃんと言うんですね、そういうのね。言います言います。雰囲気でやるんじゃなくて。雰囲気じゃない。言いますか。わかりました。はい、それでは所定のスタート位置についてください。はい、最初のチャレンジャーは西崎とタイム山本。じゃあ頑張ってください。頑張れ。さあそれではスタート。あ、もう1本目がむずいかも。これ両手で持ってるんですよね。はい、両手で持ってる。大丈夫です。はいはい、いや、じゃんけんで勝てばいいんだから。あれ、どうしよう。待って、めっちゃ来る。頑張って。はいはいはい、早い。めっちゃ来るだって。いいですよ。いいよ、いいよ。え、どこもと。どこでもいいんだよ。いけてる、いけてる。なんで全然上に上がんなくてもいいんだよ。どこに。もうさあ、近づいてるぞ。待って、危なくよ、これ。どうだ。止まってるからだ。頑張れ。持ちやすいやつを使って。よし、頑張って頑張って。どうしよう、待って待って。左を。それと持ちづらそうだけどね。よしよし、近づいてるぞ。いいぞいいぞいいぞ。石崎、俺が行くぞ。行くぞ。よし、さあどうだ。よし、じゃんけんだ。せーの、ちょっとじゃんけん。手が離せないんですよ。頑張って手離せないんですよ。じゃんけんの手が無理ですよ。口でいいよ。じゃあ、さあ口で。最初はグー。じゃんけんチョキ。あ、最高でチョキ。やった西崎。負けた西崎は石栗とチェンジ。その間もゲームはノンストップ。いや、いけ、頑張れ石栗、頑張れ。落ちた落ちた。いけるか。やばい、西崎とチェンジ。ゴールしたい、ゴールしたい。あ、スタート。はい、最初はグー。じゃんけんグー。やった、負けた、山田負けた。西崎がじゃんけんに勝利した結果、登場したのが早い。めっちゃ早い。嘘やば。早い。嘘だ。怖い。怖い。山本先生、手加減一切なしでそのままゴール。勝ったのはダブル山本チーム。やったー。敗因を発表します。じゃんけんも弱かった。確かにじゃんけんも弱かった。めっちゃ弱かったね、じゃんけん。先生は話す異常だったね。重力無視、先生無視ですね。怖いですね。秒速だった。怖いでしょ、もう先生が迫ってきた時も。びっくりしました、本当に。本当に怖かったです。キャーってこうしても。あ、もう。さあ、負けたお茶の間チームにはセリフでビリビリペンをやっていただきます。はい、はい、電気来るんだよね。電気来るよ、本当に。やだ。でもう一本の手で iPhone 持ってきゃ充電されるんじゃないの。なわけあるか。元気あるね、まだ元気ある。元気ある。3、2、1、5。ちょっと指がビリビリきました。情緒がある、素晴らしい。色っぽい。でもどうなの、お互いが嘘ついてるかもしれないよ。でもキャーって確かめてみれば、お互いのお互いの一回逆にして。本当本当本当に全然お笑いやってくれないじゃん。そんな段決まりの目しないでよ。逆にやってみるってのはどうですか。え、いや、我々勝ちましたから。いや、せっかくなんで、もう一回やる。勝負に勝ってさ、でもさ、先生堂々とやらせようよ。そしたら、ただそこから次に投げたら、もう負けたらこれベロで押してもらうけど、これ怖え、ごぼんじゃねえか。逆にやってもらえるかもしれない。そうだよね、それやらせればいいんだ。そうだよ。だってボルダリングは別にいいの、下手で、じゃんけんに勝ちたい。そうですよね。そう。よし、頑張ろう。もう一回お願いします。わかりました。いいですね、もちろん。よし、じゃあもう一回戦やりましょう。はい、行きましょう。この後、石栗と西崎の逆襲が始まる。
じゃんけんぽい。しかも手離せるようになってるし。石切れいけ。さあ泣きの1回、お茶の間チームは勝てるのか。さあこの対戦頑張って、お茶の間頑張って、そして山本はテレビに映ることができるのか。いやまだ映ってないんかよおい。映ってもいないんかい。それでは再戦スタート。はい、はい、よし。あ、いいいい、早いよいいよ、いけてるいけてる。お、いいいい、マジで初めとは全然。おすごいすごい上手。いける、いける、いける、なになに、急に覚醒してる。なに、何があったの。めちゃめちゃうまいよ。すごいすごいすごい。よし、え、これじゃんけんやりましょうよ。いいよいいよ。最初はグー、じゃんけんチョキ、あいこでパー。やったー、いける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 。やばいやばい、もうどうした水崎。やばい、こっから、こっから、いける、いける、左足を。早い、先生最初のグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、やったー。いけるいけるいける、めっちゃ進んでるよ。無理だよ、いけるいける、無理だ、疲れた、頑張れ、いけるいける。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでグー、あー負けた。石栗いけ、もう無理だ。西崎めっちゃ上手だったよ。うまいですよね。マジで上手かった。何があったんだ今。でも勝ちたくて、どうしても勝ちたくて。勝ちたい気持ちがレベルアップをさせたというのか。そしてこちらも気持ちの問題。石栗も言ってるじゃん。何何何、最初はグじゃんけんぽい、やった、負けた、負けた、何してんの。いいよ、本当に嫌だったんだな、ビリビリビリが多分。最初はグーじゃんけんチョキ、アイコでチョキ、やったー、ナイス、いけ、西崎、いいぞ、いい戦いだ。先生頑張って。先生来ないでください。先生来ないでください。先生お願いします。でも西崎もだいぶ速くなってる。早い、来た、最初はグーじゃんけんぽい、あー、勝った勝った勝った、西崎すごい、いけいけ、待って、無理、いけるよ。ここに来てなぜかじゃんけんが強くなる西崎だが、スタミナはもう限界に。じゃんけんしましょう。じゃんけんいこう。じゃんけんぽい、なんつってんの。なんか出してくれる。最初はグーじゃんけんぽい、なんか出してくれる。俺話してるから。最初はグーじゃんけんぽい、パーン。やばい、体力が。いけ、石栗、めっちゃいい、手足が素晴らしいぞ。じゃんけん、じゃんけん、グー、来た、いい、そうそうそう、石栗めっちゃうまいぞ。終わんねー。飛ばせ飛ばせ、終わんねー。うわー、すごい、マジでうまいんだけど。はい、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい、しかも手離せるようになってるし。石栗いけ、待って待って、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、よっしゃー、よし、先生、やばい、あと1回負けたら終わる。待って、進めない。最初はグー、じゃんけんぽい、やば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 い、あ、足、足、足を、多分足先行して、私もう行きたくないんで、勝ってもらわないと。待って、本当に止まらない。多分左手が黄緑色が使います。左手黄緑、左手黄緑が、あ、そう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 、いけいけいけ、いけるいけるいける、ナイス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 、下でした、ナイスな、来た、最初はグーじゃんけんぽい、わー、いけるいける、石栗いける、ナイス、いけるいける、わー、一、ちょっと待って、石栗、あの緑触ればいいんだよ、緑、俺だ、触って、触っちゃい、触っちゃい、最初はまともに進むことすらできなかった石栗。しかしビリビリペンパワーを体に吸収したことで覚醒し、勝利をつかんだと我々は考えた。すごすぎるよ、大覚醒、天才、ねえねえ、ちょっと、あの罰ゲームからの飛躍がすごいんだよ。なんか途中一回先生とぶつかったとこあって、多分中身入れ替わったと思うんですよ。君の名はみたいな、先生が多分中身になってたと思うんですよ、石栗ちゃん。相当うまかったよ、二人とも。何が、何が、いや、なんかちょっとビリビリ分
で手は隠せた。隠せた。うちなるパワーが。掴めるようになりました。本当。はい、すごい、なんか本当にめっちゃうまかった。やったー。イエーイ。さあそれでは負けたダブルヤモッチーします。しまった。ビリビリピョンです。やばい。お願いします。やばい。というわけでこの二人がビリビリペンの餌食に。あれベロでやるって。ベロでやるよ。ベロでやる。ベロではやるわけないだろ。やれる。ご時世関係なく死ぬぞ。ビリビリペンまで3、2、1、ゴー。なんだめっちゃ痛いですね。これめっちゃ痛いですね。これもう一生いいねボタンみたいな。やばい。これこっから動かない。じゃあ一生そのままにしてください。そんなわけいかないよ。さあ改めて外の壁ですけれども、はい、これどう、初めて見た時とちょっと感覚変わったんじゃない？なんかちょっと低くなりましたね。でっかいこと言うね。すごい、いいね、いいね。ちょっと自信ついたってことだね。つきました、うん、つきました。じゃあそれでは先生、ここではどんなレッスンをしますか？はい、次は少しレベルを上げて難しいルートにチャレンジしていただきます。できるもんな。でもな、できます。できるんだよな。さあというわけで壁を越えるためにこんな企画を用意いたしました。ウィークポイント告白で自分の壁を乗り越えろ。さあここ自分が乗り越えるべき壁だと思ってですね。なるほど。越えたい壁、そしてどういうふうに越えるのかっていうのを登りながら発表していただきたいと思います。弱点みたいなことかな。そういうことでございます。そうか。じゃあ一応見本として山に、はい、ああなるほど、うん、分かりました。山にやっていただきたい。はい、分かりました。山これぐらいのは登ったことある？いやないよ、さすがに。このこっち側に傾きすぎてるでしょこれ。はい、ちょっと難しくなります。直角ないですけど。ポイントはこの傾斜。腕の力がないと登ることは不可能だ。ちなみに越えたい壁はありますか？はい、圧倒的に後輩に舐められてる壁ですね。あ、はい、そんなことないと思うけどな。それだよ。もう最初からずっと山山ってますけど後輩ですからね。いやいやいや、その壁を越えたいですね。いや、お前頑張ってる、はい、お前って言っちゃったよ。めちゃめちゃ年下なのにこいつ、うん。さあ先生ルートは？はい、右側の、オレンジ色の石を使っていくルートになります。これですか？はい、それです。緑テープの。あ、はい、まあでもちょっとこっち側に引っかかるからまあ登りやすいか。さっきはまっすぐ上登っていただいたんですけど、はい、ちょっと右に迂回してから上がっていくルート。え、これ？はい。違う、これ？そっち。黄色？黄色。黄色。黄色で、はいはいはい。はい、では山本さん壁を越えていよけスタート。はい、頑張ります。ましょう。はい、まず、はい、あの地面から足離したくない。もう転びそう。マジか。こっち側に来てるから体重全部外に放り出される。いや、腕の力だ。うわー、むずい。けむずいきます。はい、まずどこ掴んだ方がいいんだ？右側ですね。下は、はい、あーすごい、はい、で足を最初に移動させていくといい。こっち、そうです、はいはい、こっち側の こっち、あ、うわー大変。これちょっとこう、あ、そうです、すごい。一生懸命登ってくれたが尺の関係で割愛します。あっ、オーケー、ゴー。山本さん最後掴んで一言。おごりますんで飲み行ってもらっていいですか？なんだそれ。山本さん、いっぱいおごりますんで飲み行ってください。ごめんなさい。お断るんかよ。おい、おい。先生2人できますかね？そうですね、ちょっと距離が遠いのとパワーをすごく使うルートになってるので、ちょっと1個難易度を下げて。あ、なるほど。ただ傾斜があるんでこっちも難しいんですけど、はい、そこの後ろにある黄緑色のルートを、はい、やっていただこうかと。あ、でも一応直線上に固まってるし、なんか、はい、ただ赤いので結構傾斜が出てくる。本当だ。これどう、これだったらいけんじゃない？ちょっと頑張れそうだよね。さっき黄緑くんと結構仲良くなったので。あ、黄緑くん、はい、いけるんじゃないかなと思います。なるほどね。じゃあそれではまずは西崎、はい、行ってみましょう。さあ、ちなみに自分の乗り越えなきゃいけない壁は何だ？今年、うん、高校2年生になるんで、うん、頭が良くなりたいです。そうね、まあ雲式からでもな、いいけどな。そう、最近ちょっと割と本当に困っちゃってるんで、うん、まあ、真面目に勉強しようと思ってます。なるほど、はい、じゃあその思いをボルダリングにぶつけよう。はい、はい、さあボルダリングスタート。でも行っちゃっていい？行っちゃっていいよ。行きます、はい、
よいしょ、はい、おーって、ちょっと一回待って。そうだよね、めっちゃきついです、これこれやばいですね。よし、いきます。よし、左足、左足、右足も上げちゃいましょう。右足どこに上げるんですか。ちょっと上です、右膝のところに。これですか。で、右手を赤いところにかけちゃいます。赤いところ、もう目線の先にあげる。待って、一回手で上げる。いや、行った方がいい。ここで降りたら大変よ。立ち上がったら、ね、手出しちゃう。よいしょ、パラホンが怖い。一回待ってもらっていいですか。辛いだろ、それも。逆にその体勢がきついでしょ。勢いでね、もう。そう、グッと行った。足で押さつね、足。ちょっと待って。あー、難しい。難しい。しんどいです、これ。しんどい。あと一回、順度教えてもらっていいですか。はい。切り直して、もう一度。はい、頑張れ。行きます。行ったんかい。行ってきます。こう行って、はいはいはい、足をどんどん上げて、こう手出して、おー、すごいすごい、手を上げて、めっちゃいいじゃん。怖い、はい、いけるいけるいける、右手出しちゃいましょう。右手怖くて、浮いてる段階、あー、ダメ、出しちゃってる。そう、いったいったいった、ナイスナイス、ね、うまいぞ、はい、おー、ナイス、いけるいける、待って、怖い、怖い、右足踏んで、大丈夫、次結構持ち合わせいいんだよ、頑張れ、ナイス。あ、なんか良くなるんだろ。良くなりたい。ああ、壁を越えろ。左足をこっちにやるので、最後足上げて。そう。で右手でゴール。右手だけでいいですか？うん、右手だけで。今回は。片手だけで。いいよ。せーの。待って。頑張れ。いく。頑張れ。待って、本当に怖い。どうしよう。やめる？いいよ、ギブアップでもいいよ。ギブしていいですか？ギブアップ。よりよ。せっかくなので。越えたい壁を叫べ！一言、頭良くなります。頑張れ。よくやった西崎。降ります。オーケー。しんどい。めっちゃ怖い、ね、めっちゃ怖い、ね、今手がもうブルブル本当に怖い、ね、あー、よかった、よく頑張った。筋肉使ってるのもね、ちょっと恐怖と、よくできました、ね、足がブルブル。やっぱりこのセリ出てる赤いところがちょっと難点だったんだ。なんかいけるんですけど、手汗かいてるんで滑っていっちゃう可能性があるんですよ。はあ、それはマジで怖いね。なるほど。足のブルブルが本当に怖いです。いや、よく頑張ったよ、こんな状態で。これ石栗ちゃん、リベンジいける？どう見てて今の石栗、本当に怖い。目ガン開いてんじゃねえ、いいよいいよ、いけるとこまででいいよ、はい、いや、ゴールまで行きます。かっこいい。高らかに宣言、果たして有言実行なるか。ちなみに石栗、超えなきゃいけない壁何ですか。はい、私は食べることが好きすぎて、うん、ちょっとでもお腹が空くとすぐイライラしてしまうのを超えたいです。そうだな、ちょっと大人になろうな、はい、くないね、ボルダリングスタート。あれ、頑張れ。お、なんかすごい感じ。マジで。ほんとかっこいい。ほんとかっこいい。すごい。いける。うわー、すごい。もうすぐ。いいよ。うわー、やべ。きつい。左足こっちでもいいか。左足こっちで、右足上げちゃいましょう。そう。右で。うわー。一言お願いします。お腹空いてもイライラしない。イエーイ、ナイス。思い返せば石栗は運動音痴。ロケ開始から運動音痴をいじられ、ボルダリングと関係ない走り方まで笑われてきた。だが今日一日でまさかの急成長、見違えるように進化した姿を我々に見せてくれた。本当そこに寄ったよね。めっちゃ伸びてるよ。先生どうですか。明らかな成長を見られましたね。やっぱりあのハロプロ研修生の時にたくさんの壁にぶち当たってきたんですね。でも私は子さんなので、うん、何度もその壁を乗り越えたので、うん、その憎しみ、なんかハロプロが憎いみたいな感じでこのままだと強い信念を持って乗り越えました、うん、素晴らしい、よく頑張った。すげえ。というわけで今回の指令はクリアです。おめでとう。かっこよかった。お茶の間のあなたもアプリからロケ企画を選んで私たちに指令を出してください。お茶の間様の言う通り頑張ります。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。